してやろうってすごい考えてくるんですけど、うんうん、でも切って僕に会ったら質問が全部飛ぶっていうんですよ、うん、本当にメモまでしたのになんかもう分かんなくなる、うんうん、僕思うんですけども、答えがある場所に疑問って分からないんですよ、うんうん、疑問って何かっていうと、スマホに検索ワード入れても出てこない答えって知ってる、要はって何するって自分を知るために知る、自分を知って知って知り尽くすと要するに人間を卒業できる。日本だったらね、街頭インタビューで生まれ変わったらどうしますかって言ったらもう伝わんないとか、うん、いろんなこと言いますね、はい、でもヒンドゥー教のベースとしては生まれ変わりたくない、生まれ変わりを一番信じているヒンドゥー教が生まれ変わりたくない。